吉田正尚さんもアメリカの記者から叩かれる。疲労化は、守備スキルが平均以下の小さな1次元のシングルス打者を見て、レッドソックスが何を考えていたのか疑問に思います。あまりにも年俸が高すぎる、ハードルがぶち上がってる、ボガーツ逃したことと比べられてるけど、あのパドレスのバカみたいな契約と小負けしても再契約無理やったやろ。吉田に出しすぎなのは別として。再契約無理にしてもそれで浮いた金で吉田にこんな契約してればそら批判されるよ。吉田の最低合格ラインってどこら辺や ?130 試合、280、10、70くらいか?ホセ、アブレイユ。3割5厘、15本、75打点、OPS、824、防 3.9 矢印3年5850万ドル、吉田正尚、5年9000万ドル、まあこれくらい、はぁ、狙いすぎなければいけそうな気がしないでもないが3割の壁超えれるやろか。日本人に痛い目見てるパターン多いのになんで高額年俸になるんや。イチローや大谷みたいな特大のあたりも混ざっとる良心的なくじやぞ。ドラフトやろうがファやろうが結局のところ外れだらけのくじやからな。レッドソックスってファンのミントどんな感じ?東はどこもきついぞ。特にニューヨークにチームとフィラデルフィアとボストンはかなりきつい。伝統的にマスコミがきつい。テッド、ウィリアムズが4割打ったシーズンでさえケチつけた記者がおるぐらい。吉田本人も思ってるやろ。なんでこんな契約になったんや。吉田は憧れのメジャー行ける上に金もらえてラッキーくらいにしか思ってなさそう。やたら契約早かったのボスカスがぶっちぎりで高かったんやろな。